リーに大人気のお好み焼き屋さん。一品料理や。うわー、何これ、これも、これも食べ放題かい。あ、うまそうだな。あ、味信玄。あ、すごい。どんなお店なんですか、ここ。食べ放題。これ食べ放題なんですか。あ、時間制限もなくて。あ、食べ放題なの。あ、いいですね。ちなみにこれ、何のお好み焼きを。トリプル、全部ですね。あ、トリプル。全部無制限ね。これいいじゃないの。で、普通的に今の1枚食ったら、まあまあ、こう、ね、お腹になりますね。一品料理が多い。お、スパゲッティ。これタラコスパゲッティです。あ、うまそう。食べ放題か。次何頼まれたんですか。これ牛肉の赤ワイン煮です。いや、こんなおしゃれなのも出るんだ。何でもある。牛肉の赤ワイン煮ばっかし食べてたら怒られるんだろ。何回頼んでもいいの。食べ放題。本当に。全部手作りです。ただ一番お金かかんないんで手作り。え、そうなんですか、やっぱり。ソースからも手作り。はい、すごい。既製品使うと楽なんですけど、コストが上がって。そうですよね。この価格設定で、お店的には厳しい。ギリギリライン。ギリギリラインだ。ギリギリライン。1980円。そんな安いですか。時間無制限だもんな。無制限だけど。2980円。これ食べ放題でおいくらなんですか。1480円。そうでしょう。時間無制限だ。なるべくはね、一日中はいないであげてください、ね、なるべくなるべくわあ、混んでる、すごい。本当にあの始まって5分の瞬間ぐらいから電話ですぐ内容聞かれたんで、ありがとうございます、味信玄です。ただいま大変混み合っていて電話に出ることもできません。いいね。メニューが多いから常連さんならではのこんな楽しみ方が。これ一個ずつ全部食べたんですよ、最初に。そうか、どう作ってもいいんだ。このお店って何年ぐらい前から来られたんですか。正直な話言うと6年7年前から結構あの大人数でやるときいつもここなんです。僕時間が気にしなくていいんで、お好み焼き2つの間にもんじゃ入れてミックスしてます。お好み焼きもんじゃ入れちゃったの。すごい。嘘だべ。これ意味あんの？これ違うじゃん食べ方が。うん。あ、中がとろけてくんだ。おいしいですか？おいしい。マジ？モンガのあの。でしょう。一応一人で食うもんで、一人食べたらドキドキして。まあ、合うか。さらに、もんじゃのノーマルにキムチと、はいはいはい、と豆腐そのまま入れて。豆腐。うわー、豆腐いっちゃう。入れちゃう。味付けが良さそうだな。うまそうだな。もんじゃ焼きじゃない。すごいね。このもんじゃ逆に東京ないもんね。ないっすね。さらにさらに。ええ、サラダを。嘘だろ。いや。はあ。ポテサラを。うまそう。もんじゃのように食べる。もんじゃのように食べる。もんじゃの家食べる。何の家じゃない、本当に。私そう思っちゃうんだけど。だってサミさんもあんだけど。ああ、確かに。そう。
店長パパみたいな。あんなのかもとさりやん。ひどいね。ひどい。内山さんも結構いろんなお店ご存知じゃないですか。はい、まあ行ってますからね。東海エリアで言うと、はい、なんかあるんですか。行きえ東海で言うと、篠島ですね。あ、プライベートで。プライベートでは大体年に2回ぐらい島に行く。すごい行ってる。篠島の5人ぐらいは俺住んでると思われてると思うんですよ。あ、そう、はい、まあ、その中であの、まあ、いろいろあるんですけど、鍛冶屋水産さんのね、ちょっとしらすを、しらす丼だけ、しらすとちょっと、まあ、僕が好きな食べ方があるんで、それをちょっと普通にまず一口ちょっとやっぱこのしらすの美味しさっていうのを、はいはい、なるほどね、味わっていただきたいなって、ね、うん、はい、はい、もう篠島行った気分になりますね。あ、完全に、あ、いいね、うん、もう篠島に今入り口港に着いた、着きましたよね、うん、ね、唯一しらすが足りないのがね、こってり感なんですよ。マヨマヨね。それはもう冒涜だよ、しらすへの。うん、まあまあ、これはあの本当にお好みでいいんで、はいはいはい、ちょっとこうパーッとこうかけていただいて、どこだこれ。そこにですね、このあの篠島のこの味付け海苔なんですけど、海苔を入れるか。篠島でなんかやってるんですか。これはうまい。マヨネーズもそうだけど、海苔が効いてるな。これ、海苔がどうなんですか。めちゃめちゃうまいでしょ。でしょ。どうよ。これだと飽きないね。ですよね。飽きない。これだと。あれ、ちょっと待って、普通に食べてるじゃないですか。そして普通にうまーって言ってるじゃないですか。はいはい。いやいや、いつもの。あれはロケ用なんで。なんで。見たかったのに。どうなの。うまかったの。どうなの。いやいや、美味しかった。言えよ。ダメ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 。